皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はフェイトステイナイトの UBW アンリミテッドブレードワークスの1話でございます。前回は0話で、これは1話っていうことで、今回も実は50分ぐらいあるので、また2つに分けたいかなっていうふうには思ってます。前回ではなかなかのリンの活躍、やばい、またランサーが現れるとか、たくさん悪の中で我々はリンを守り続けている、まあ目でね、傍観してるわけなんですけれども、その活躍を続けて楽しく見てきていただければと思いますので、 Let's go everybody、 始まる。これは冬騎士、前の聖杯戦争の結末の話に違いないでしょう。エミヤ・シロの話なんだろうな。エミヤ・キリツグが彼を守っている、彼を助けるっていうシーンだとは思うが、あ、そうだ、これ英語になってんだよね。え、おお、押してたね。まあ、これはかなりすげえな、すげえ木の描写になってるんだよね。はあ、やっぱり UFO テーブルは綺麗なものは作れるけど、あまりにも残酷。冬騎士が聖杯戦争で燃やされていた。そして彼はまた死亡に近づいて助けられました。ここに置かれた？それともいつもここに寝てる感じ？さくらちゃんやん。さくらちゃんとシロくんってどういう関係なんだろうか。ん？あ、学校に寝てるか？先輩、起きてますか？おはよう、さくら。なんでみたいな感じだろ。違うの？はい、おはようございます先輩。いつも起こしてくれてんの、さくらちゃんが。この二人どういう関係だっけ。すまないさくら、朝の支度を手伝わなくちゃいけないのに。あ、そんなのいいんです先輩、昨夜も遅かったんでしょ。白の声優、バカ、そういうわけにいくか。先輩、朝の支度は私に任せてください。朝の支度とか、こんなに散らかしていたら藤村先生に怒られるでしょ。全然俺は関係性がわからないな。じゃあお願いするかな。はい、お待ちしてますね。あ、ここだ、切り継ぐのフェイトゼロの場所じゃねえかよ。集中力が足りない証拠だ。ちょっと待って、これ基地にしてた場所じゃないかねえ。だよね、だってあのフェイトゼロの時にエミア・キリツグが使っていて、アイリスフィールとか保管していた場所なんだよね。そこでライダーが、ライダーに、化けてたバーサーカーバーって入ってきて、マヤを殺してアイリスピールを取り去った場所なんだよね。それをまたエミア・キリツグが使ってんだね。このってことはもうお家なんだね、きっとエミア・シローだの。だからもう、え、おっと、もう俺は結構ね、勇者のことは知ってるから、このあの OP を見て、あの勇者か、しかもクラスも分かってる。ちょっと FGO やりすぎなのかな、ストーリーが分かんないんだけど。てかギルガメシじゃねえか、おい、フェイトステイナイトにもギルガメシ出んの。ちょっと待って、綺麗はでもアーチャーはすでに召喚されてるよ。え、どういうこと。いやだからさ、キャラクターを知ったところで、まあ、一つの謎やんか。
だけど一体どうなってるとかの方がめっちゃ気にならへん？お、エミヤシロ頑張りますね、道場で朝から。で、さくらちゃんも一緒に住んでるみたいなんだね。二人とも拾われたん？キリツグ兄ちゃんに。このおばはんってどなたや？悪いな、さくら、無理をさせて。やっぱりサスケだった。ごめんごめんごめん、サスケだったんだよね、彼。おはよう、フジネ。はい、おはよう。フジネって誰だ？いただきます。いただきます。てか、ウェイバー会いたくない？ウェイバーめっちゃ会いたいんだけど、俺。あいつどうなってんだろうって気にならへん？なんだい、フジネ。お、酸っぱいんか？え、どうなった？これ、ソースだぞ、ソース。とろろご飯にソース。しかもオイスター。オイスターソースはそんなにびっくりするんかい？ドッキリかい？うわぁ、性格悪い。25でも全然おばはんだね。まだまだ若いんですよ。なんかやったんか？なんかおとなしいとか思ったら、昨日からこんなこと考えてやがったのか。考えてやがったみたいですね。おかげでこれから急いでテストの採点しなくちゃいけないんだから。あ、先生なんだね。急がないとやばいのだ。そっか先生だったっけ？初めて見た気がするんだけど。それじゃ先に行くわね。でも学校の先生なんだね。遅刻はしないように二度寝も気をつけてね。うやう。キリツグめっちゃ拾ってんな人。フジネどなたや？あ、ちょっと待って。お粗末様でした、藤村先生。お粗末。え、でもさ、これフジネのやつ、いくら地主の娘だって、どういうことだ？なんで毎日うちで飯。そういうこと？持ってるんだね。おいしそう。そんなにびっくりする？なんだいそれ、あだ名って。さくらちゃんめっちゃ主婦になってるね。どうしたんや？続いてのニュースです。昨夜未明、新都のオフィス街にあるビルで中にいた人々が意識を失い病院に搬送されるという事故がありました。これ警察の発表によると全員酸欠のような症状で発見されて、あれだろ、ガス漏れによる事故ではないか。学校でも行ったやつじゃねえか。また新都でガス漏れ事故だってさ、物騒な話だ。あ、なんかバイタリティを吸い込んでるよね。てか、さくらちゃんめっちゃ強いはず。いつも2回チェックしていますから安心です。そうやけど、実はさくらちゃんってめちゃくちゃ強いんだよね。そういう話ではなくて、強いはず。超怖い、俺はさくらちゃんのこと。だってあの的をやで。じゃ、部活しっかりな。その先輩、何すか？何は道場の方に寄っていきませんか？今朝は生徒会室に行かないとまずい。疲れてんの？あんた。そうですよね。すごいなんか。ごめんなさい、余計なこと言っちゃって。シロ君のこと大好きなんだね。それじゃあ失礼します。はい。晩ご飯楽しみにしててくださいね。すごい頑張るな。この子を応援したくなる。頑張りますね。我が子は予算のバランスが極端なんだよ。極端。運動系が贔屓されてるもんで、他に予算がいかないんだろ。はい。だからどうした？おかげで未だ文化系の物質は不遇でな。ストーブに関しては打開策がまるでない。ストーブの話ね。ある。まあ彼ばっかり直してるんだよね。魔法を使って。劣化してるだけだな。治りそうか、エミア。治るよ。そうか。エミアめっちゃできるよね。うん。エミアの邪魔をせん。邪魔をせん。さて。さて、魔法ですね。ポポ。ポポ。修復魔法。あ、感知魔法なんだね、これ。これエミア切り継ぐに。絶縁テープでなんと
教えられてるのかな、それとも自分の能力なのか。でも弟子でもあるから。登坂。あ、生徒会長。生徒会長をやって、それとも各部室の手入れかしら。どっちでもいい。あ、相変わらず。あの日のことやん。そういうお前こそ何を企んでいる。おい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 、昨日の話じゃねえか。リンの一番最初のあの頃か。伊勢、修理終わったぞ。今わかった。頼んだのはこっちなのに、エミヤに。じゃあ今晩やられちゃうんだね。で次はどこだよ。あまり時間ないぞ。ああ、次は視聴覚室だ。前から調子が悪かったそうなんだが、この度ついに天寿を全うされた。お前生徒会長かよ。めっちゃおっさんの喋り方やん。買い直した方が早いぞ。そうなんだが、一応見てくれると助かる。俺から見れば臨終だが。俺から見ると臨終だが。仮病かもしれん。なら試そう。喋り方やろうが。ちょ、面白い。山伝がやってるんだね。山伝っていう会社。今のは声かけてんだよ。かけてないか。もう今回俺たちが守りたいピープルはまず白やん。朝から騒がしいね、エミヤ。部活をやめて。あとリンちゃん。あ、生徒会長の太鼓持ちか。やめてたんだ、ユミヤ。シンジも何かあったら言っていいぞ。手伝えることがあるなら手伝うぜ。優しすぎるだろ。弓の直し。シンジは苦手だったろ。おっと、なんか言われたぞ。あ、そう。ともかく、お前はもう部外者なんだから、道場に近づくなよ。へえ。どうしたんあいつ。自分からエミヤを追い出しておいて、よくもあんな口が聞ける。いいんだよ。みたいだね。あれがシンジの味なんだ。付き合いが長いと慣れてくる。まあ子供だな。そんなものです。子供度が高いですね、シンジちゃんは。藤村先生がすっ飛んでくるぞ。あ、確かにこんなんやってたんだよね。昨日もなんかめっちゃ走った階段。はい、さてやご飯を食べました。早く弁当を食べないと昼休みが終わってしまうぞ。で、仕事してるんだろ。あと少しだから。ソルダリングやってんだ。ストーブだけで良かったものを私物まで引き受けてくるとは。気にすんな、乗りかかった船ってやつだ。めっちゃでも仕事できる。お人よしでございます。いいことだが、もう少し相手を選ぶべきではないか。エミアの場合、来る人拒まずすぎる。そんなに節操ないか俺。うん、これでは心ない連中がいいように利用しようというものだ。まあそういうもんだけど。他人の頼みなど断ってもよかろう。何言ってるんだ、人助けは善行だろ。寺の息子が咎めるようなことじゃないぞ。シロウの性格はエミアのは度が過ぎるというか、俺は忘れてなかった。フェイトステイナイトのディン版では忠告は受け取っておく。ほとんど忘れてる中でエミア・シロウの性格は覚えてる。確かに。あとキリツグがまだ出ないんだね。出るのかな。もう死んだのか。もしかしたら死んだ可能性もあるな。あ、イリア？おい、イリアじゃないのか。アイリスフィールド切り継ぐの息子？何か笑ってるぞ。お兄ちゃんって義理姉だからお兄ちゃんって言ってるの。まあ義理っていうわけじゃないんだけど、義理みたいなもんでしょ。帰ってきなさい。最近物騒だぞってホームルームで言ったじゃない。ちょっと野暮用があったんだよ。野暮用。あ、殺されたんだよね。シロウが人助けばっかしてたんじゃお姉ちゃん心配だよ。藤村先生、はい、先輩って昔からそうなんですか。うん、昔からそうなの。あんたいつ拾われたんだ。シロウは
弱きを助け強きをくじくってやつ。子供の頃の作文なんて、僕の夢は正義の味方になることです。かわいいじゃん、めっちゃかわいいやん。すごい子供だったんですね。そりゃ藤姉がいたからだろ。藤姉はそういう性格なのか。子供はいろいろ考えるんだよ。悔しかったらちゃんと自分で飯を作ってみろ。おっと言われたな。25歳じゃぞ、自炊やりなさい。さくらちゃん、おかわり。めげず、めげることがなく。ほい。いつも来てくれてありがとうございますっていうか、帰りましたじゃないですか。あの子が、さくらちゃんが帰った。じゃあなんで来るの。まだ関係がわからん。で、切り継ぎはやっぱりいない。基本骨子解明。違うわ、まだ殺されてないわ。構成材質解明。明日の夜は基本骨子変更。殺されるよね。だって今晩でリンはエミアを召喚するから。あ、ちゃう、今回のエミアはあれだよ、カタカナのエミア。なんだい。あんたその鉄棒で一体何をしようとしてるの。わからん。未だにこんな処方がうまくいかないなんて、いつまでも犯人前だ。頑張るな。でもお前が犯人前だったら俺ゼロ人前やで。一体さ、何をすれば正義の味方に。マイナス1人前かもしんねん。なんや。これだよ。ここ霊脈って言うんだっけ。霊脈のこの丸くなっているところ、ここで召喚するとセイバーが生まれる。ちょっと待った。みたいな。あ、はい、怪我しましたね。その手首。またシンジか。あいつ妹に手を挙げるなんて何考えてやがる。あ、シンジも待とうか。そっかそっか。その話もあったよね、ゼロ話では。はい。だくらいでそんな技がつくか。本当に兄さんは関係ないんです。私が一人で怪我をしただけなんです。でも子供がいなかったはずなんだよね、マトウって。そうう不思議だな。そういうことにしておく。はい、ごめんなさい先輩。フェイトゼロとどうしてそこでさくらが謝るんだ。フェイトステイナイトの間にいろいろありました。シロウの卵焼き。ちょっとその気分じゃないんだよ今先生。ちょっと DV が行ってます。あ、近くに誰かがやられたのか。どうしたエミア、昼飯に行くぞ。ああ、すまないせ、今日は食堂で済ませる。なんで。何かあったか。今朝のことなのか。シンジと話したいわけ。リュードはいるか。え、ああ、はい。リュードはいるか。あ、学校の近くに何かあったからみたいな。ちょっとわかんない。まかないセットが今なんか、昼はシェフの気まぐれランチレイディセットってなってた。今日は生徒会長と一緒じゃないんだ。お前は誰だ。なあ、三つずり。あ、こいつだ。最近さくらは部活やってるか。さくら？うん。元気に頑張ってるよ。そうか。まだキャラクター数が多いわ。兄貴の方よ。一年の男子に八つ当たりしまくりでね。うわあ、最悪あいつ。聞いた話じゃ、遠坂にこっぴどく振られたとかなんとか。遠坂に。そりゃそうだろう。遠坂があんなようなやつと。新次のやつは昨日からずっとそんな調子よ。おかげで部活中は新次に目を光らせてなきゃいけないから。もうヘトヘト。ヘトヘトだろうな、そりゃ大変。持ちだからな。腹いせに遠坂本人に。ガキやもん。いや、いくら信じても振られた相手には近寄らないだろう。
しかもあの遠坂へで近寄ってくるんだからしょうがないじゃない。は遠坂そんなことする？なんか知らないけどうちの道場よく見学に来るのよ。エミヤは辞めちゃったから知らないだろうけどね。まあさくらちゃんのことを見たいんじゃないか。この間も傑作だったんだけどさ、あいつ超ビビってやんの。確かになんかこの話あった気がする。いろんな人にそれ言ってるんだね。怒鳴ると止まらないからな。おいお前なんで。おっと来た。あぶねえな。どうしたんや。あいにくだったな。遠坂凛はいくら待っても来ないのか。どうなってんのこれ。は的を信じじゃないや。綴り城から聞いた風貌とは違う気がするが的を信じじゃないってば。たまたま天パが湿っているだけと見た。この間抜け面、噂の的を信じにそういない。いや、信じじゃないぞ。だから違うんだってば。犯人は大抵そう言うんだ。絶対そう言わないよ。学校へで。すまないが、生徒手帳を見せてもらえないだろうか。その方が話変えか。生徒手帳っていうのがあるんか、学校で。マキちゃん、やっぱり人違いだよ。あぶねえな、物騒。暇を見てはうちの備品を修理していくっていう。と呼んで、ホムラハラのブラウニーの。ホムラハラのブラウニーって知らんな。陸上部の部長とは顔見知りだよ。この通りですってなりますか。誰かを使っている風に見えたから、私たちてっきり。まあいいや。それより遠坂は来ないって言ってたけど、何かあったのか。遠坂さん、今日お休みしてるんです。そうだったんだよね。人を召喚したから。風邪で休みとか言ってるんですよ、旦那。あの完璧に風邪で行くとか信じられないっすよね。すまなかった意味は。これは面白いじゃん。しかし君も良くない。珍獣って言うのかい。活がないのなら早々に帰宅するよう言われただろう。何かあったのか。知らないのか。学校近くの交差点で殺人事件があったのだよ。この話はなかったくね。助かったのは子供だけらしい。おい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 。殺されたという。この話はなかったはずだよ。未だ捕まっておらず、辻斬りめいた殺人事件として騒ぎになっている。ホーリーシェットの方ではバス漏れ事故。こちらでは凄惨な殺人事件。性愛センスの始まりってもんだよ。が早まるのも当然だということだ。やばい奴らばっかり現れてくる。皆様23分になりましたので、ここで良いキルのスポットなのかなというふうに思ってます。今回ではシロエミヤ、エミヤシロってどういう人間なのかはちょっと見れたと思うし、まあ彼はちょっと修理トレースの魔法があって、でも修復するのには自分の手を使っていたのでトレースするだけの魔法なのかなってまだちょっとわかんないんですけど、まあすごいお人よしだっていうふうには私はフェイトステイナイトのディーン版からの記憶はあるんで、そのままなんですけど、なんかその殺人事件があったとか、俺の記憶とちょっと違うようなっていうか、俺の記憶ほとんどないんですけど、ようなことが起こっている中でミステリーがどん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 深まっていってるかなというふうに思ってます。では皆様ここで一旦ストップいたしますが、次で続きをやりたいと思ってます。見ていただきありがとうございました。面白かったら高評価またはコメントや登録の方と、次もぜひやりたいと思っておりますので、興味ありましたら一緒に見ていきましょう。お気に and bye bye。